吉井裕之です自民党、安倍総裁が成立し、解散に追い込み、政権を奪還するための党役員人事、現在、進行形で行われています。一方で、現在、この国の行政に責任を持っている民主党、この民主党も内閣改造を行い、そして副大臣政務官人事も行いました。 何ののための内閣改造ですかここが一番のポイントなわけです。野田内閣前回内閣改造した時は最強の布陣を作ると最善最強の布陣を作ると言って改造を行ったわけですが今回はある意味でこれは政権から下野することを前提として 積み残しのものを一気にやってしまおうというとんでもない改造であるとそういう思いで民主党の役員人事を見ていますまず第一にこれは重要ですが近いうちに解散って言ってるのに参議院議員会長の日教祖のドン腰石東氏の幹事長を留任させたとこれ戦うつもりないとしか思えないですねだって コシイシアズマさん、党のナンバー2で、内閣は官邸にいるわけですから、実質衆議院選挙を取り仕切るのが、そもそも参議院議員であると。このこと自体、普通の常識から言ったらあり得ないんですね。つまり、このコシシさん留任人,人事、マスコミなんかは、えー、離党をいかにして防いで、党内融和をするかという人事で、えー、そのまま置いたという話ですが、とんでもない話でしょ。だって、 これまで腰石さん幹事長で党内融和で離党を防げましたかあれだけ大量の離党者が出てそして今も離党するという人間が出ている中で党内融和で離党を防ぐために参議院議員の腰石さんを留任させるなんてことは本来ありえないわけですねさてその日教祖のドン腰石氏,氏が実質党のトップ 党のトップは総理大臣ですが官邸に行ってますから実質党のトップにおいた上でどのような改造を行ったのかここが恐ろしいまず継続性を持ってやらなければならない省庁っていうのが存在しています、まあ、今現在で考えればまさに文部科学省ですねいじめ問題の調査しましたさあこれから結果が出てきますこの結果に基づいてどのような対応をするかあるいは この情熱事業でも暴露した PTA の流用問題この流用問題の実態を把握した上でそれがなくなるようにどのような措置をするか継続性を持ってしなければならないときにいきなり平野文部科学大臣をコロッと変えて田中牧子文部科学大臣。 混乱があってこれから答えを出さなければならないときにトップを変える意図って一体何なのかということですよさらには副大臣政務官も全部変えたんですよ。さらには日教組の組織代表であるナタニア・マサヨシ氏が政務官に就任しているんですね同時に北朝鮮も体制が変わり拉致問題 これからどのように進めていくかと非常に注目されているその中で協議の再開も含めて検討してきましたが松原拉致担当大臣ころっと変えられました全てにこの人事で全てつながるのが1点あるんですよそれが朝鮮高校無償化です 日教祖は言わずと知れた朝鮮総連とずっと連動して研修活動や友好関係を築いてきている組織です党の実質トップが日教祖のドンでそして文部科学省の政務官が日教祖の組織代表でそして朝鮮高校無償化に極めて否定的な発言をしてきた松原拉致担当大臣は外すまさに ヨンピョンドの砲撃以来ずっと審査が止まっていた朝鮮学校無償化について菅さんは辞める最後の最後の日に最後っぺのように審査の再開を指示したとそれから野田内閣になって今民主党内閣が終わろうとしている最後の最後にとんでもない決断をしようとしているその証拠に。 田中真紀子新文部科学大臣は朝鮮高校無償化のの判断断はこの内閣でで出すす言したんです、ね、もともと朝鮮高校を無償化の対象にするかしないかっていうのは民主党は「すするたために議論してきたわけですよ朝鮮学校を無償化の対象にするために教育内容は問わない」なんていうとんでもない解釈を出しながら基準を作り上げてきたわけですね。 この内閣で結論を出すということはこの体制で無償化を断行するというとんでもないことをやろうとしているわけですそもそも教育基本法に違反する学校に国民の税金を投入していくなんていうことは絶対にありえないんです繰り返しますが教育基本法は何を育てる基本法なのかっていうとこの中でも明記されているより ように国家及び社会の形成者つまり国家とは日本です日本人を育てるための基本法に基づいて教育行政というのは行っているんですそもそも論としてさらに言えば第2条教育の目標のところに我が国と郷土を愛するそういう子どもたちを作っていくために公費を投入して公教育を保障するさらには、えー、他国を尊重し 国際社会の平和と発展に寄与する態度を子供たちに養うこと。じゃあ聞きますけど、朝鮮学校、教科書、これも全部読み込みましたまさに義務体制の礼賛、他国を尊重するなんていう配慮は全くなし。そして国家としても他国を尊重するというよりは、自国の国民さえ尊重せずに独善的な独裁国家として、 歩みをしているわけですねで国際社会の平和と発展に寄与する態度なんか養われてないわけですよ。北朝鮮の独裁政権の安定に寄与する態度を養われている学校に公費を出すと。明らかに教育本法違反。さらには、日本は朝鮮学校と国交がありませんけれども、まず教育本法の第16条にはこう書いてある。教育は不当の支配に服することなく、 法律の定めるところにより行うべきだと法案も見解を出してますが朝鮮学校は朝鮮総連の参加にあるんですつまり不当な支配に服しているんですよ完全にですからその部分に対して公費を出すって言ったって国交もないそして朝鮮総連の傘下である学校に莫大な税金を投入したところでそのお金が本当に子どもたちに 教育基本法に則った教育が行われているのかいないのか子どもたちに還元されているのかいないのか検証すする術がないんですよ元税金が何に使われたか検証するすべのないところにこれ会計検査院にも確認しましたよ朝鮮学校までならば検証書類を出してくださいって言えるけれども朝鮮総連まで上がっていったらそんなことは国交もないしできません。 つまりでできないんですよ日本人の血と汗と涙の結晶であるこの血税この血税が何に使われているのかさえわからないそして現段階では反日教育に使われていいくということが自明なわけですこれを進めようとする日教お及び民主党政権その意図自身がまさに国を壊すことにあるのではないかと疑われても仕方のない政策運営を してきてきいいるそんなふうに思いますえ前回地方教育行政法とにかくこの責任体制を確立し今の無責任な教育委員会から常勤の教育長を責任者とし非常勤の教育員は諮問機関付属機関と位置づける新しい教育行政法の改正案をここで一部披露しました非常に多くの反響があったそうだと これをやらなかったらダメなんだと。民主党はおかしいとか教育をおかしいって言ってるだけでは子供たちは救えないんだと。この根本となっている法律の仕組みをきちっと理詰めで改正しない限りは同じことが繰り返されるんだという良識ある意見がものすごくうちの事務所にも寄せられました。これに伴ってもう一つ考えなきゃいけないのは文部科学省が不正常な状態になってしまうこの 教育委員会に対してどのような権限を持たせるかというところをもう一度言及しておきたいと思います。現在、文部科学省は指導、助言、そして是正の要求、そして最後が是正の指示という最も強いものが用意されていますが、是正の指示というのはこういうものですね。第50条文部科学大臣は 都道府県委員、都道府県の委員会または市町村の委員会に関する事務の管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合または当該事務の執行及び管理及び執行を怠るものがある場合において児童、生徒等の生命または身体の保護のため緊急の必要があるときは当該教育委員会に対して当該違反を是正しまたは 当該怠る事務の管理及び執行を改めるべきことを指示することができるただし他の措置によってはその是正を図ることが困難である場合に限るこれが現在の是正の指示という一番強いものなんですね最後の文脈他の措置によって是正を図ることが困難,な場合で,え困難である場合に限るというものすごく限定しているさらには生徒児童の生命及び身体を守る緊急の必要がある場合と いいうふうふに明記されているわけです結果として今回の大津いじめ事件等々も含めてもう当該の命が失われてしまったんだから生命および身体を保護する緊急の必要性この要件が満たされなくなってしまうこれが現在の文科省の見解なわけですだからこそこの条文は変えなければならない。まず第一に 管理及び執行が法令の規定に違反するものがある場合と抽象的になってますが、ここにまず一個明記する。教育基本法その他の法令の違反え、法令に違反するものがある場合、是正の指示ができる。そう。教育基本法違反のおかしな教育現場の実情については、文部科学省はこれはダメなんだということができる。という条文に書いていく。さらに、生徒児童の 身身体体生命またたののの保護のため緊急の必要があるとこれによって適用要件が狭くなってしまっていますからこれを明記するこれを放棄することが児童生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害する恐れがあると認める時はという形で明確に明記して改正していくこれによって恐れがある時はノーって言えるそしてさらに言えば。 亡くなっってしまった場合はそもそも教育を受ける権利自体がおかしな行政によって失われてしまった命さえ失われてしまったわけですからこのおかしな状態に対してはきちっとしなさいという指示をすることができるという新たな法改正この50条の改正を行っていかなければならないだろう文部科学省も文部科学省で責任を持ち教育委員会も責任体制を確立する。 これで地供業法パッケージとして責任体制を確立する運びとなりますそしてもう一つ今日改めて触れたいのは今度は学校教育法の責任体制の確立の条文改正でありますまず第一に学校長は一体何をやっているんだこの思いが多くの人々であるとその通りなんですよ 学校長が教育委員会に報告しない限り月1回開かれる非常勤たちが集う教育委員会でさえ決定できないわけですねつまり学校長は自分の学校の生徒事件があったときに速やかに学校にあの教育委員会に報告する責任をきちっと負わせるっていうところ現在現行制度では校長の役割については学校教育法第37条4項等にこれしか書いてないんです学校長は 公務を司り所属職員を監督するっていうだけなんですね。公務を司って先生方を監督する。これだけでは有事が起こった時に校長の責任体制っていうのはあまりにも曖昧でいやいや教育委員会の判断を待っているだけにとどまってしまうわけですね。今回の大津に関してはいじめられていた事実は学校は把握していたにもかかわらず教育委員会に挙げていなかったという出来事も現れている。 その上でこの改正案としてこの37条を含め学校長は教生徒児童の教育を受ける権利を脅かす事象がある時は速やかに教育長に報告しなければならないという責任項目をつくもしこれで速やかに報告していなかったら教職員人事委員会で校長は更迭ということになる責任放棄ですからねだから今回の大津のような隠蔽は起きにくくなる仮に起きたとしたら 責任を取っっててもらううといい体制になっていくわけですそしてさらには教育庁の責務としてその報告が上がったならば設置者として具体的な対応を取らなければならないという条文も明記していくこれによって風通しの悪い隠蔽体質は明らかに改,改定することができるであろうそしてもう一つ学校教育法で定められている中でもう一つ非常に重要な項目がありますそれは 教科書の検定についてなんです公教育教科書無償措置法によって小中学生は教科書を無料で提供されていますしかし採択のたびに右から左までいや右がないんですね左から左までいや真ん中から左まで様々な教科書があって一体どこの国の教科書検定を通った教科書なのかっていう話の教科書が多々あるわけですね例えば 南京の問題に対して大虐殺があったという立場。証拠は全くないのに、あったと断言する立場のものから、そうでないものまで。こんな大きな幅がある教科書の中で、毎回イデオロギーと嘘が繰り返されている。じゃあ、まともな教科書を文部科学省が検定し、まともな教科書のストライクゾーンがこのぐらいなら、 教育委員会に行って検定の時に揉めることななんんかないんですねつまりそのためには何をしなければならないのかというとこの教科書選定のあり方について学校教育法を改正して明らかな責任体制を作る文部科学省の責任をそして検定教科書とはいかなるものなのかという責任を別法を作って定めていく具体的には教科書図書検定法という新しい法律を作るということを検討しています より具体的に話を進めていくと現在の現行制度では教科書検定制度の根拠は学校教育法34条49条62条78条82条に学校教科書検定の根拠自体が載っておりますそれに基づいて教科書図書検定審議会の設置についてこれは学校教育法 施行令の41条の中で委員はこのように選定して抽象的な取り決めが行われているとそして文部科学大臣が検定の基準を講じしてこの基準というのは非常に抽象的で枠がないものですそしてそれに基づいて密室の審議会で意見あるいは検定意見が出て誰がいつ何を言ったかもわからないし国民にしてみたら検定委員さんはどのようなイデオロギーを持っている人でどのような、えー 学識経験者なのかさ分からないという状況の中で検定教科書っていうのができていくわけですねこれを抜本的に変え新しい教科書図書法を設置して学校教育無償配布するってことは国民の税金ですから当然国民に見える形国民が納得する形の教科書教科書会社と組合の癒着の中で作られた教科書ではなくて国民が教育基本法に基づいたしっかりした教科書を使うということを チェックできる状態にしていくということですちなみにこの審議に関する委員は今は密室の中でどういう根拠でその人が委員になっているのかって分かりませんがこれ国会同意人事に変えるつまり国会で国民によって選ばれた国会議員が一人一人この人はどういう考え方の人間でどういう研究をしてきたかっていうことをしっかりと同意人事で選ぶこれによって 国会も連帯責任を負うわけです。採択した国民の税金、これを、で作られた教科書、配布される教科書に対して国会も連帯責任を負っていく。そして、教科書検定の基準もきちっと作る。例えば、ある諸説が異なる文章を載せる場合は、必ず反対の意見も両論併記しなければならない。これによって随分変わっていく。 そして歴史的検証や証拠がないものについてはこれは教科書に事実として載せてはならない。とうとうのまあ日本国政府の出している公式の見解が教科書に書き込まれるということはこれは当たり前ですからね。例えば従軍慰安婦に関しては安倍内閣の時の閣議決定でそれを証明する証拠はないと言っているわけですから従軍慰安婦があったなんて書いてある教科書はダメなわけですよね。 つまり政府の見解をきちっと反映する教科書をそのまま作っていくということそれから検定プロセスも後になってからこんな検定がありましたなんて事後報告でお茶を濁すのではなくて審議の過程フルオープンでこの議題についてはこういう検定意見が出ていたそしてこういう審議がされていたということが外から見える国会もチェックできる状態に変えていくとそして、えー 出された答申に対して文部科学大臣が責任を持って検定にイエスを出すとこれによってどうなるかといえばおかしな教科書があって議論があったらその文部科学省がどのような意図でそれに対してイエスを出したのかということの責任も明記されていくわけです毎回毎回教科書の検定のたびに教育基本法と合致していない教科書が採択されたりあるいはどの教科書にするかでイデオロギー闘争が行われるこういう闘争ももう 終わりにしなななければならない国の正式見解と教育基本法に基づいたきちっとした教科書を作っていくそしたらどの会社の教科書が選ばれようとも論点は明らかなんですよねこういう学校教育法の改正案さらに言えば今は主観教諭等々が必至ではないですけれどもきちっと主観教諭をつけて役割分担をするという、まあ、学校の今は教頭先生にだけ多くの 仕事が押し付けられていますがそういうものをしっかりと分散していくっていうことさらには教育のの判断で土曜日に正規の授業をすることができるこれに学校教育法の改正によってかなり学校教育の責任体制は確立しそして学校教育ができる幅が広がりさらには教科書というものに責任を持って子どもたちに税金で無償配布することができるという法改正を これもすでに出来上がっておることですが、安倍内閣が誕生と同時に、きちっと国会に出して議論したい内容であります。今回は主に、朝鮮学校無償化教育基本法、そして学校教育法のどこを改正すべきなのかっていう具体的改正案、および文部科学省の責任について言及しました。次回も具体的な法改正についいいいてててこの授業で話していきたいと思っています